スクール スクール皆様こんにちは、隅田川たまこです。本日はバンプチューブファイナルでございます。あの恐怖のビデオレターから約1ヶ月、いろんな犠牲がありました。その中、このファイナルに残ってきたプレゼンター、ファイナリスト3名のプレゼンをここで発表させていただき、時代が変わる瞬間を皆さんに見届けていただきます。本日はゲストジャッジの方をお呼びしております。早速ご登場いただきましょう。インスタグラマー、そして YouTube アカウントでも大バズり、東京下町ゴリラ兄弟、よしのぶくんとのりやがくんです。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。あ、名前逆になっちゃいます。まあどうでもいいっす。まずお二方自己紹介お願いします。わかりました。はい、僕は小学5年生ののりくんです。僕は小学3年生のよしくんです。好きなものは生姜焼きです。好きなものはお肉です。好きなものはお寿司です。おじいちゃん。はい、ということでハンバーグもちょっと好きかもしれないっていうことで大丈夫ですか。ハンバーグ、あれ違った。今日生姜焼き、そしてお寿司に勝る美味しい企画があるのでしょうか。サンプスクール。それでは早速一人目のプレゼンターに登場していただきます。よろしくお願いします。皆様拍手でお迎えください。はい、エントリーナンバー1、ひばり。あ、ひばりです。ひばりです。はい、アパンパンマネジメントのモデルをしています。はい、よろしくお願いします。もし5万円もらえたら新しいおもちゃを買います。これは何ですか。なんか、なんだっけな、あの音を鳴らすなんとかパッドみたいな、なんだっけ、RPG。 あ、そうそうそう、あれ買いたいと思います。ということで、じゃあオイラの企画を発表したいと思います。はい、アンプマネジメントというモデルの事務所なんですけど、はい、そのメンバーで、じゃん、24時間生配信。あの YouTube とかで、 YouTube で24時間生配信。そもそもなぜそれをするかということは、はい、目的、まずパンプマネージメントのモデルさんのことをもともと知ってくれてる人が24時間オイラたちを見ることでより知ってくれるんじゃないかっていうことと、全くオイラたちのこと知らない人の方がこの世に多いわけですから、新しく知ってくれる人が増えるんじゃないかなと思って、一日中やってるってことは、うんうん、あれ配信、今日なんか何の配信やってるかなって見たらあると思います。あ、そうですそうです。友達とかもこの配信読んでねとか言って、どんどんちょっと入ってくれる人を増やしていく作業を24時間でまず頑張るっていう。あとその中で、おい、昨日最強なちょっと相談相手の方がおりまして、昨日ある YouTuber さんの方と一緒にお仕事させていただいたんですね。でそれで明日企画を決定戦の決勝なんですけどっていう相談をしたんですよ。で24時間の生配信ってどういうことをやったらいいんですかねって、ということで、てれん、案が2つありまして、やっぱりこう肩書きとしましてはやっぱりモデル事務所ということで、24時間写真集を作るっていうので、24時間の間にいつでも撮ってよくて、まあ適当でいいよってなったら、それもそれでぐだるとおいら思うから、30分に1回は必ず撮られなきゃいけない、そこにいる全員がっていうので撮っていく、まあ身内だからこそできる iPhone で撮り合いっこみたいなもありかなっておいら思ってて、もう一個の案が、24時間の間に1時間に1回は TikTok を上げる
で、それも妥協しちゃダメ。まあ、とりあえずあげなきゃいけないから1個撮ってあげますじゃなくて、ちゃんとみんなこれいいねっていう動画をちゃんと撮って1時間に1回あげるっていうのを24時間に必ずやる。だから途中で寝たくなって寝てもう1時間に1回必ず起きて、みんなで TikTok を何かしら撮っていいものをあげるっていうのをやる。で、告知もいっぱいやって、その24時間内に1人でも2人でも10人でも知ってもらえる人をどんどん増やしていく。で、いろんな人見てねって熱意を持って声をかけてみることによって、やっぱり少なくとも1人でも2人でも知ってくれる人は増えると、おいらは思って信じている。応援してもらえる、一致団結できる、いい24時間を作られる。あ、で、24時間生配信告知いっぱいする。あ、最後ハート書くの忘れてた。よろしくお願いします。どう、こういう企画です。何かよろしくは何か質問はありますか？やっぱりアポ取りは終わってますよね？あ、まだです。企画する上でアポ取りって一番最初じゃなきゃダメだと思うんですよ。そうですよね、確かに。ちなみにそこに関してはですね、確かにオイラも悩んでて、そのいくら同じ事務所のモデルさんとはいえ、全員強制はオイラちょっと無謀だなって思ってるから、あくまでも OK な人、出れる人、そして一回出れる人は24時間できればいてもらいたい。やっぱりでもやりたい人のみで考えております。やりたい人が少なかった場合は、それは思います。そしたら俺ら一人でやります。おお、その覚悟があるということで。はい、もうそれぐらいの気持ちで持ってきました。その場合は出せる？何でも言ってくるお前が人はないよ。うん、ある人はない。でさっきなんか眠くなって寝ちゃっても、あの1時間経ったら絶対起きて撮るって言ってたんですけど、24時間生配信なら寝ちゃっていいんですか？ですね、いいです。やっぱり理性にはかないませんので、眠くなったら寝てもらって、あと逆に寝る姿を見るってことは逆に普段全くないと俺は思ってるから、逆に寝たい人が寝ちゃうっていう姿もさらけ出して見てもらうっていうのが今回の24時間の目的でもあります。確かに。おー、よかった、よかった。始まったら、お時間となりましたので、よし、大丈夫でしょうか？うん、もう俺は何点か決まった。おー、マジ早くね、ちょっと、すごい、かっこいい。お願いします。では他の2人はお願いします。堀さん、ありがとうございました。ありがとうございました、本当にありがとうございました。すごい安心感のあるお二人だわ。パパスクール、2人目行ってよろしいでしょうか？もちろんです。はい、ではエントリーナンバー2、さーくーる、お邪魔します。お願いします。お久しぶりです。あのね、いつも私はこのジャンボブラザーズのお母さんのところでこのブレイズヘアやってもらってるのね。ありがとうございます。お母さんがお世話になっております。お世話になっております。よろしくお願いしま す, お願いします。はい、失礼しますね。それでは自己紹介、サンプのセクシー番長さくらでございます。よろしくお願いします。5万円はね、私旅行に使いたいんですよ。沖縄とか暖かいところに行きたくて、私冬結構ね、すごいなんかテンション下がっちゃうから、ちょっとなんか暖かいところに行きたいなって感じで、なんとかこの5万円をゲットしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さくらさんプレゼンスタート。はい、それでは私が、今回考えた企画発表させていただきます。お願いします。じゃじゃん、パンプで曲を作るです。曲を作るんですよ。曲を作ろうと思ってて、聴く曲とか結構歌好き？はい、聴きます、聴きます。あ、本当ですか？どういうの聴くんですか普段？まあ、いつもお父さんお母さんがよく聴いてるのは、70年代、80年代の超古いヒット。めちゃくちゃかっこいいじゃん。今回ね、それで作りたいんですよ、みんなで。でもさ、うちらは別にさ、ビートを作ったこともなければさ、こう本格的に歌うみたいな子もいないんだけど、あえてだからこそ自由に何にもとらわれないで
音楽を作れるんじゃないかなって思ったんですよ。でまずさ、リズムがあるじゃん、ちっちゃかちゃがあるじゃん、それを作るところから始めます。これはね、やっぱ一応ね、役割分担はある程度した方がいいと思って、はい、このトラックメイク作るのは私の中でやっぱひばりがね結構作ったりするのよ、自分でこうね、ガレージバンドも使ってやったりとか、あとうち DJ の子も2人くらいいるから、そういう子がちょっとこう作ったりしてもいいし、もしくは例えばもうこういうとかでもありかなみたいな、わかりますか？あまりよくわかんない。わかりますか？わかりますか？ボイスタント、声ですね。パンプはカラオケ行ったりするんだけど、歌うまい人ね結構いるんですよ。レイヤって子とかモニカとか、あと野原って子とかっていう感じで、そしたらスタジオに入ります。作ったビートで。もうレコーディング開始します。自由で遊んでいいです。もう遊ぶ感じ、もう遊ぶ、もう本当にね、曲の概念壊す、もう全部壊します。もう曲というか音、もう音、もう本当にもうなんかもう音です。もう何でもいいです。リズムがある、もう音、はい、もう音みたいな感じで、もう素晴らしいコメンテーターですね。本当にかっこいいです。ありがとうございます。できた曲はあのうちの YouTube の主題歌になります。はい、パンプチューブね、今なんかあるんだけど一応音楽がはい、ということで私の企画はパンプで1曲作るでした。はい、ありがとうございます。はい、質問等あればお願いします。はい、ひばりさん の、はい、あの許可はそれ得てるんですか？まあそうですね、ひばりは多分私が、あのちょっといい感じでひばりお願いって言えば大体のことはしてくれるので。じゃあまだアポ取りはできてない。アポ取りはでもどう、ひばりどう、今聞きます。今じゃなくて、あ、はい、そのアポ取りはまだできてないんですね。そうですね、まだちょっとアポ取りの方はできてないんですけど、あ、そこ結構大きいですよね、ポイントが。でかそうだぞ。え、でもしたかも、昨日。そしたら私、もしかしたらひばりに。じゃあそれひばりさんに確認します。はい、ちょっとお願いします。ひばりさんどうですかね、担当職員。ダメです。おいおい、嘘嘘嘘嘘嘘。でも、こうなんかいい曲できたら絶対その方がいいと思う。いや、いいかダメかじゃなくて、あ、踊り探してないから。あそうだね、いいか悪いかとかじゃないからね。あ、そうだ、アポ取りか。アポ取りの話だから。あ、そうだ、アポ取りはですね、はい、気がしました。しないです。おいよし、質問ないの？ないの？ちなみに音楽作る機材とかの入手は？あ、そうですね、それは一応ひばりの方が持ってたりとか。機材なくてもこういうので、もうこれが全部あの機材なので。なるほど、なるほど、はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。パンプスクール、2人目さくらさん、いかがでしたでしょうか？ちょっと面白い企画が。確かにね、ちょっと僕は興味あります。おエスカはどうでしょう？いい、同じく興味ある。興味あります。点数は決まってますか、今のところ？いや、最後のやっぱ一人限り。確かにね、確かにね。では、最後の最後、エントリーナンバー3、ラーナー。こんにちは。こんにちは。それでは、前田さん、ご紹介と5万円使い道をお願いします。はい、パンプマネジメントの、はい、マイノと申します。お願いします。お願いします。お願いします。賞金5万円の使い道はプチ整形をします。ちょっと5万円できるもんですか？あのね、5万円でボトックスっていうのがあって、聞いたことあるかもしれない。そう、この辺に打ち込んでちょっとシュッてするっていうのが、まああのいっぱい打ち込まなかったら5万円ぐらいで抑えることができるから。まあでも整形っていうのは、まあ、悪くなくて、なんか自分のことをきれいに見せようっていう、そのいい意味なんでね。すごい、もう私が後から言おうとしてたことを全部。素晴らしい。もう親の顔が見たい。すごい、本当にびっくりする。それでは前野さん、お願いいたします。プレゼンスタートです。はい、私が提案する企画内容は、でん、街中でゲリラパフォーマンス。ゲリラパフォーマンスってどういう意味か分かる？戦闘みたいな。あ、そういうんじゃなくて、ゲリラっていうのは突然何もやりますとかを言わないで、ゲリラ豪雨みたいな。あ、そう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 、そう、そんな感じで。パフォーマンスって書いていますが、ファッションショーであったり、私ら表現のお仕事をしているので、その何かしらのエンターテインメントをゲリラで行うといったものになります。
パンプの存在をこの世の人たちに知ってもらうっていうのが核となる部分で考えたんですね。最近ね、私たちパンプのパンプマネジメントっていう存在がファッション業界で割とまあ熱いって言われてたりとかするんですけど、ファッション業界でまだ多分とどまってしまってて、日本で考えたら、まあ、ここまでもっとあるってことですね。そう私はもったいないと思ってるんですね。ただのモデル事務所じゃないから、私たちはそのもともと知ってる人っていうよりかは知らない人たちに向けたのをメインで考えて、でもだからといってもともと知ってくれてる人たちにも面白い企画っていうのも思ってて、これが一応一個のルールとして、私たちがそのファンの人たちに何かこの場所で何かが起こるかもっていうのを匂わせるのは OK としていて、なるほど、あのストーリーとかあの宣伝として、まだ私たちのお仕事って撮影して動画になったり画像になったりで、もうその出来上がったものを見るっていうので、そのそれまでの工程だったりとか、その生のその雰囲気、私たちが何か表現をしてることって、例えばどっか舞台でやるってなってもそこに来ないと見られないじゃない。まあこれもそうなんだけど、でもそれをあえて私たちが何かをしますっていうので、来たら生でも見えるし、でも実際カメラで撮ってるのは生のそのところを撮ってるから、両方にとってあのいいっていうか、私たちがそのただゲリラでするってなってもクオリティがなかったら、そうですよね、まあ元々来ないですよね。そう、元々来ないじゃないですか。でも私たちは表現者なのでクオリティを元々持ってるんです。でもそれを一番活かした出し方っていうふうに思っていて、もう一個そのディレクションを私たちから一からしようと思ってて、それぞれ個人で魅力を、自分の魅力とか自分の出し方を分かっていると思うので、まあ そうね、そうだから自分がしたいっていうことをそれぞれ意見を出し合って何をするかを一回みんなで決めたいっていうふうに思ってるんですけど、メリットとしては私たちに興味がない人が企画に対して興味を持ち、新たなファンの獲得、ファンの人に告知するので、その人たちとミートアップができる、で事務所として本業を生かしたプラス今っぽい動画で私たちの宣伝にもなる、で心理的にゲリラは気になると思うので視聴率の獲得、普段は言われたことを従ってやるだけだけど、それぞれ見せ方を自分でディレクションできるというのが魅力です。動画のいい要素としてはフラッシュモブなので、パンプに興味がない人でも見れる、出演者それぞれの魅力が出せる、生で体感できるっていうのと、その様子が客観的にカメラに収められてるっていうのもまたいいポイントで、撮影エリアがここが一番ゲリラショーの難しいところなんですけど、確かに場所選びだ、場所選びもだし、人も、まあ、映っちゃって映せない人とかもいるかもしれないじゃないですか。渋谷の宮下パークってあるみたいな、あのすごい若者たちが集っているところで、あそことかって一応、まあ、1時間でとか言って借りれることができて、であそこで実際ファッションショーとかもしてるので、そうだからその承諾を得たら多分そこで撮影もして OK っていう あれだと私は勝手に思ってそうだからそこだったら、まあ、撮ることもできて、で1時間以内に収まるしっていうので、まあ、宮下パークが私的に第一候補で、しかも人が絶対にいるところで若者が多い、 TikTok もよくあそこで若者が撮ってるから、モデル事務所の YouTube アカウントって言われて、なんか有名な YouTuber って出てこない、出てくる、なんかモデル事務所がやってる出てこないじゃん、出てこないから、出てこないからその候補の一つに入れよう、そう、そこの枠が空いてるのね。そういう意味でこの枠を狙うきっかけの動画になるように、私はこの企画を提案しました。イエーイ、ごめんね、しゃべりっぱなしで大丈夫です。お二人から何か聞きたいことありましたか？いや、もうすごいしっかり計算されてて、まあいいとは思いますし、そのすげえアポ取りいや、まあ、アポ取りの件はありますけど、うん、しっかり調べて借りれる可能性は大っていうことなので、これに関してはいいんじゃないかなと思って、はい、大丈夫で、私もこの出てくれる人に関しては無理やりじゃなくて出たい人だけで OK って思います。あ、そこは、はい、なるほど。では前田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2人ともありがとう、長谷さん、はい、パンプスコー。お二人には3人の得点、お二人は10点を持っていらっしゃいますので点数をつけていただきたい、はい、採点タイムお願いいたします。採点が終わったようですので、はい、ファイナリストの3名をもう一度お呼びしたいと思います。皆様どうぞ順番にお願いいたします。それでは採点結果お願いします。オープン。じゃん、うわい、お、さくらさん15票、おー、2票、前野さん3票
と、あの、はい、ピラさんについてはそのしっかりと計算してるところはいいと思うんですけど、やっぱり人生長いじゃないですか、なんか結構緩やかに考えた方がいいかなと思ってそこに一回ちょっと抜けちゃいましたね。そういうことか。ちょっと圧迫すぎたんだ。ちょっと圧迫感。そう、小林さんも目的をしっかりはしてるんですけど、24時間っていうちょっとなんか他の人もやってるような感じだって。まあね、まあね。まあ2人とも他の YouTuber もやってるんですけど、まあなんかしっかりと作る素材っていうのをなんかいろいろ考えてたので、やっぱこっちかなと思って分散させるのも みんないいところあったんですけど、一番いいと思うのがやっぱりさくらさんで、あのそういう時はもう僕は一つに全部投票する派なんで、あーかわいい、10点差して待って、見習わせていただきます。分散しがちなんでいつも見習わせていただきます。よしくんどうでしょう。ね、でも気になる気になる。よし、2点差つけた理由を教えていただけますでしょうか。いや、ちょっと2に似てるところもあるんですけど、やっぱり、なんかこれの方がなんか、これは覚えてくれなんか、24時間がやっぱりなんかきついし、それになんかきついよな。シンプルすぎるなと思って。シンプルシンプルで、まあだからちょっと2点差しました。はい、なるほど。でも2点、ね、2点でもありがとうございます。いや、嬉しい嬉しい。で、最終的な人じゃない、前田さんが3点、理由は目的はしっかりしてるからいいですけど、まあ結構硬いよ。違う、あの人自体はすごくいい人で、だけど計画が立ちすぎてなんかうまくいく気があんましなくて、ね、臨機応変に行かないといけない。なるほどね。すごい、ここで目線が本当にすごい、コメントとかがすごいね。なんかやる幅が多すぎて。さくら一番多かった5点は何だ。やっぱり音楽作るのはここまでにとかあんまり決まってなくて、なんか結構やりやすそうかなと思ったから、あと YouTube のために結構やってるから5点かなと思って。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい評価でございます。ありがとうございます。いや、言葉もらえただけでもう嬉しい。ということで今のところ票数がひばりさん2票、さくらさん15票、そして前野さん3票です。圧倒的優位に立てるのがさくらさん。ありがとうございます。これはまだ結果ではありません。そうです、そうだね、まだ気抜けないな。はい、この企画王決定戦最終の企画王を決めるのはあなたです。あなたの票がこのままこの2点15点3点に加算されてまいります、はい、投票方法はこちらの YouTube のビデオ、見ていただいている今のパンプチューブのビデオ、こちらのコメントにあなたが投票したい方のお名前、ひばり、さくら、前野の名前をそれぞれあのお好きな方投票して書いてください。コメントが投票になります。そしてその投票数が50人を超えた場合には賞金が5万円上乗せされます。マックスで5万円の賞金が授与されます。それでは一人一人アピールポイントですね。はい、一言ずつお願いいたします。はい、ですね、これ結構正直言っていいですか。まあオイラはオイラなりに考えたすごいいい企画ってすごい思ってて、でももう本当正直言うと全部やりたい企画でオイラは。ただそれがたまたまオイラのやつだったら嬉しいです。よろしくお願いします。今までね、パンプでみんなで何かを作るってことは多分なかったと思うんですけど、やっぱ音楽って、ね、私すごい大好きなもので、まあ、私踊るのも大好きだし、やっぱ自由なんですよ。だからパンプってね、やっぱ自由が売りなんで、そのみんなの自由がどうやって音に落とし込まれるかっていうのをぜひ皆様に見ていただきたいのでキラキッパお願いします。ちょっと硬くなってしまったんですけどでももしあのこれは私もでも本当ひばりが言ってたようにこの企画本当にあのできたら嬉しいなと思ってる企画なので、もしできたらもうあのできたってなったらもっと柔軟にやらせていただこうと思うのでだからあの皆さんも清き一票お願いします。お願いします。パン
最終的な結果を決めるのはテレビの前のあなたです。はい、それでは本日企画王決定戦ファイナルスペシャルゲストジャッジにのりくんとよしくんをお招きして収録させていただきました。東京下町ゴリラ兄弟 YouTube チャンネル、Instagram もフォローお願いいたします。お願いいたします。お願いします。こんなにイケてるキッズ、東京で今一番イケてる、マジで今引っ張りだこですからね、うん、はい、本当にありがとうございました。お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ素敵な意見、本当にありがとうございました。てか発汗性が欲しい。いやすごい、本当に食らったもんね。しかも言ってることをちゃんとすごい理解してくれてる上に冷静で、すごいわ。めっちゃ意見もらえて嬉しかった。作り手側の意見でもあるよね。いやすごい、本当に本当にありがたい意見ありがとうございます。では最後にあの締めの言葉をあの一緒にお願いできればと思います。ではいつものあれで締めさせていただきます。せーの、今日は何気にやすくありがとう。